プレミアムバンダイ。今回紹介するのはテレビアニメスパイファミリーよりスパイファミリーアーニャカルタです。かわいい。あります。手間かかってる。かかってますよ。これはかかってる。あった。あこふうふうふう。プレバンラボ Z、 俺たちプレバンマル秘情報発掘隊。私発掘隊隊長のおしんごぼんのしろめです。そして発掘隊副隊長の今日のあなたの運勢、上か下か上にしてこ、声優の上にしてっぺです。よろしくお願いします。この番組ではプレバンことプレミアムバンダイの商品を開発された方に話を聞いたりして、どんどん深掘りしてまいります。はい、番組の感想はハッシュタグプレバンラボ Z をつけてつぶやいてください。今回紹介するのはテレビアニメスパイファミリーよりスパイファミリーアーニャカルタです。かわいい。かわいいです。めちゃめちゃかわいい。はい、こちら税込み6600円、受注期間は1月10日23時まで、お届けは3月発送を予定しております。スパイファミリー、スパイファミリー見てますか。まあ、僕はあのロイド役の江口さんが直属の先輩で、一緒に番組とかもやらせてもらってたりするんで、もちろんチェックはしてるんですけど。じゃあもう強制的に。強制的っていう言い方違う。じゃあやっぱりな、まあ見るじゃないですか。まあまあ普通に見るよね。はい、なんでやっぱりその番組のそのテーマというのが、まあちょっとスパイじゃないですか。なんで普段接してる江口さんもすごい僕に優しく接してくれてるけど、これ本音なんだろうかみたいな。いや疑いすぎる。まあ疑わないですけど、それぐらいちょっと面白いなっていう風に見ておりますけどね。はい、やっぱこのアーニャの人気というか、子供も全然知ってるし。確かにめちゃくちゃ言うもん、うちの子供も。あ、アーニャピーナッツ好きみたいな。やっぱり、なんか TikTok とかね、いろんな動画サイトとかでもやっぱりバズったりとかしてて、フィギュアとかもね、たくさん出てますし、そうね、すごい人気ですよね。人気のスパイファミリーから、アーニャのカルタが発売されたということで、かわいい。今回は開発担当の高田さんに声で出演していただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。さあ、こちらどういった商品なんでしょうか。はい、スパイファミリーのキャラクターアーニャのセリフがカルタになりましたということで、こちらの劇中の名場面を取り下ろしのセリフ読み上げ CD とともにカルタで遊びながら振り返ることができる商品となっております。書き下ろしイラストを使用したポストカードもついてきます。お、ポストカード、セリフ読み上げ CD や。これはすごいことですよ。じゃあ誰かがこう読み上げて撮るんじゃなくて、やってくれる、やってくれる、アーニャの声でやってくれるってことだよね。羽崎さんがやってくださってるってことですね。そうなんです。そう、しかもこの CD の音声はアニメから抜き出したのではなく、すべて新規で録音しております。手間かかってる。かかってますよ。手間かかってる。これはかかってる。これはすごい。だからカルタでその当然遊ぶもんやけども、その CD の音声だけ聞きたいっていう、だけでもね、人もいてはるかもしれない。だそれだけその新規録音ってことは、やっぱりその劇中のセリフと聞き比べて、あ、劇中ではこうだったけどこの読み上げではこうなってるみたいな違いがあるのかないのか、そこもね、含めてちょっと楽しめるんじゃないかなと。聞き比べしてもね、楽しいかもしれませんね。ぜひいろんな楽しみ方してください。いや、でもこうして目の前にね、こう広がってるものを見ると、やっぱりその可愛いですよね。いい、めちゃめちゃ。もうなんか札のシーン自体もセリフに合わせたシーンを入れているので可愛いかと思うんですけれども、こだわりのポイントとしまして、それだけでなくて、あの1枚1枚シーンに合ったアイコンやキャラクターイラストを入れてますので、あのデザインも楽しんでいただければと思います。うわ、すごい。右下に書いてあるね、可愛い場面のアイコンが。ね、でいいな。さらにポストカードもついてくると。あ、これは可愛い。すげえ。カルタで遊ぶアーニャのイラストを書き下ろしていただいたんですけれども、このイラストをイラストだけでも楽しみたいかなと思っておりまして、イラストだけでも楽しめるようにポストカードとして付属させていただいております。音声も楽しめて、で当然カルタでも楽しめるとですね。三方よしです、ね、すごい。じゃ早速なんですけれども、はい、カルタで遊んでみてもよろしいでしょうか。ぜひお願いします。お、早速、はい、プレバンラボ Z 始まって以来のカルタ対決です。てか対決自体ほぼ初じゃないですか。何か対決みたいな企画みたいな。カルタ対決は多分需要あると思うんですけど、はい、僕と上西くんが勝負することに需要が果たしてあるのかどうか。なるほどね、需要生み出していきましょう。需要生み出してやってみよう、とりあえず。はい、じゃあ先に5枚取った方が勝ちと。いいでしょう。そういうルールでやりましょうか。はい、OK です。はい、じゃあやりましょう。はい、
じゃあ今からこのカルタで勝負していきましょう。はい、OK です。じゃあすいません、お願いします。はい、はい、では行きます。よし、取れます。アーニャピーナッツが好き。あー、かわいい。これ近い近い。アーニャピーナッツ好き。あ、ピーナッツになってる。下のアイコンがかわいい。やばい、もう合ってんのかな。合ってるよな。あ、あですもんね。合ってます、合ってます。では次、あからですもんね。いきますよ。はい、じゃあ手を伸ばしたとこに偶然この人が。手、あお。手を伸ばしたとこに偶然この人がかわいそうに痛そう。痛そうに。かわいい。よし。よし。次。はい、どんどんいきます。来い。母いなくて寂しい。あー、存在恋しい。あー、かわいそう。かわいい、全部。かわいい。はい。いいぞ。続きまして。よろろすお願いするます。よろろすお願いし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 ます。かわいい、本当に全部かわいい。かわいい。守ってくれた。もう次、お前いいやつ。守ってくれて、お前くれた。あいしゃー、おー、守ってくれた、お前いいやつ。ボールのやつ、ボールのやつ。はい、どんどん行きます。どんどんお願いします。残弾数2/8。ザザザザンダ。どこでそんな言葉を覚えたんだ。ザザ、賢いから。ザザ、必死必死よ。ザザザザザザ、はい。ああ、あお、合ってますかいな。 TV 合ってます。やったー、ね、テレビで。おめでとうございます。やってるやつだからテレビなんだな。では次いきますよ。特訓して強くなったらちょっとだけ怖くない。学校でも死なないで頑張れる。キャッ、ちょっとカルタの気づきましたけど、あの読み札を読んでる間に取ってしまうとリアクションで聞こえなくなっちゃう、種崎さんのが。確かに最後まで結構長いバージョンもあるもんね。なんていうこった。ちょっと途中でね、あの種崎さんの方聞こえないじゃねえかってね、すいません取っちゃいました、ごめんなさい。気になる方はぜひ本商品をお買い求めいただければと思います。うまい。今こそ必殺パンチ放つ時。はい、では次の札まいります。リーチ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 。ふん、星の輝きが眩しすぎてアーニャ目立ってしまう。スターライトアーニャ。もう一回行きましょうか。ふ、お願いします。ふか。ふ、星の輝きが眩しすぎてアーニャ目立ってしまう。ふ、ほ。いや、ほじゃない。ふ、え、ほ、ふ、ふだよ。ほ、ふですよ多分。最初ふ言うてるよね。ちょっと難しいのにしてみました。多分ふですよ。最初ふ言うてるよね。ふ、星の輝き眩しす。ふ、ほ、ほはあんねん。ほはあんねん。ほ、ほ、ほ、ほじゃないね。ふやな。ほはどこですか。え、ほ、ここ。ああ、あった。ああ、こふうふうふう、このその横にあった表情、これや。ふ、キラキラしている。正解です。やった、おめでとうございます。やったぜ。本の横にあった。今ね、そこ見てからふって見たらふだった。ああ、やった。5枚でいいんでしょ。いいんですよね。5枚でいい。じゃあ僕の勝ちということで。そうね、うん、はい、上西くんの勝ちです。やった、やりました。江口さん、俺勝ちましたよ。ちゃんと勝った上西くんには、はい、あげます。なんでピーナッツ、ピーナッツ、ピーナッツ、アーニャピーナッツ好き。やった、ありがとうございます。はい、進呈されました。ということで、この商品ですね、プレミアムバンダイの方で購入できますので、ぜひチェックしてみてください。はい、この番組は毎週1本配信しております。番組の感想はハッシュタグプレバンラボ Z をつけてつぶやいてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバイ。勝ち勝ちます。勝ちました。